おはようございます、今日はですね、岩手県の平川の支流に来てます。もう明日が9月1日という完全な晩夏ですけど、魚たちが少しは支流やなんかに登り始める頃かなと。なかなか出会えないですけどね。でもまあそういうのを期待してちょっと追っかけてみたいなというふうに思います。まずはパイロット的に D コンパクトから打っていこうかなと思います。なんとなく魚が入っている流れの速さを どのぐらいの速さのところにいるのかなって言って、背を結構スピードの速いところを打ってみたり、肩の辺を打ってみたり、全部答えはヤマメさんなりイワナが持ってて、僕らここにいるよって教えてくれるので、今はそれを探してる間です。少しちょっと上流に向かいましょう。今日使うタックル、まあ、ここで使うタックルですね、竿はタクティストの 48TT の48 です。それからリールが、23年の、カルカッタコンクエスト。これ小さくなってすごくちょっとの差なんだけど、あのフィーリング的にはえらくファーミングしやすくて使いやすいです。で P がピットブルの、0.5 ですね、 0.55。 それからショックリーダーがサンラインの、フロロのビジブルカラーリーダーといって、赤いのがグラデーションになってきたのがここで透明のに変わってという、僕がサンライさんに行ったら即作ってくれたというリーダーです。この間はこんなタックルしとやっていこうと思ってます。ワールのもう少し芯にまだ入ってるかどうか、これから歩く左岸側ですね、上流向かって右側を歩いていこうと思ってるんですけど、そこを歩く前に一応打っとく、これとても大事なことです。いたー、バレた。まあまあ、あ、バレてないあれ、バレたと思ったのに。綺麗なヤマメ。あの速い流針のところにまだいるみたいだな。ほら、やっぱりいた。やっぱり重心にまだいますね。なんか全然魚のサイズも秋っぽくないし、魚がいるところもまだ夏みたいな、一番ガンガンの中にまだいる子たちがいます。でも魚もね、個性がいろいろあるので、あ、今日はこのパターンねっていうもんではないよね。よくね、パターンを見つけましょうって言うけど、全然魚それぞれなので、そんなピシッと決まるもんではない。 D インサイトの44に変えます。太鼓がある分ギラリンとしたアピールが強いので、まだ夏のシーズンっぽい魚がこれでさらに来るかなと。おお、ダメだ。イワナかな、今の黒いの。ちょっと上流から逆引きします。ダウンの釣りで、あのベイトリールのいいところは送り込みがすごく、なんていうかな、しやすいっていうかね、投げます、何もしないです、少し送ってます、また送ります、
こうやってあのスプールにギアを入れないで、そのまんま、釣りを続ける、当たりがあったらハンドルを巻いてギアを入れて、魚とのファイトに臨むみたいな、そういうのがすごくしやすいんですよね。もっとオーバーにちょっとやってみますね。このところを見ててください。ハンドル巻かないでやりますから、投げました、離します、送られます、送ってます、送ってます、送ってます。で、魚が来たったらギアを入れてファイト、ルアーが着水しました、アクションつけられます、送られます、アクションつけられます、送られますっていう感じで、結構遠くまでゾーンで流すことができます。で、根がかりしないようにするためには、だんだんその遠くに行くほどに角度をね、顔の角度を変えていったりして、スプールフリーのまんま送ってます、送ってます。アクションつけるとき指で押さえてアクションをつける。で、魚が来たらフィッキングと同時に巻いて始める。こんなやり方を、ベイトやってる人は頻繁に多分やってるんじゃないかなと思います。あー、痛い、すごい黒っぽいヤマメやっぱりいるんだよな。ずっとほら通常歩いてきてるようなとこでは、まあほとんど出てないに等しいけど、2匹だけポロリンって出たに過ぎないんだけど、こういう打ちにくいところやっぱりね、残ってるのはああいうところなんだね。もうちょっとだけ奥やってみようか。いませんでしたね。保育園児たちがいっぱいついてくる。保育園、あー、バレた。あ、いや、3回チェイスして針触るか触んないかだ。逃げていくな。ちょっとルアーの形を変えましょう。普通のリーコンパクトに変えます。少しインサイトより幅がなく。おー、来た、いた、いたよ。イワナ、イワナが出てきた。細い、君細いね。スレンダーちゃんです。こういうとこも結構好きだよね。結構ガンガンなはずなんだけど。いないのかな、ピュンと出てこない。肩に隠れてると。ほら来た、小さいけど来た。いたというだけでサイズに関係なく半分は嬉しいね。いたんだ。釣りを始めたばっかりの人にこういうところを連れてきても歩きやすいし、キャストするときに誤差が少ないから失敗もしないじゃない。タイミングいいときだともっと釣れるし、あの水もいいしすごくいいよねここ来た。初位置、初位置でした。よいしょ。あ、ピンクバンドのヤマメ。ちょっとね、魚の出が悪くなってきたかもしれないので、もう少し上流かな、ちょっとロケーション変えてみようと思います。
さっきのところよりもさらにちょっとかなり上流に移動してきました、ここは過去にも一回もやってないのでこの先はどうなるかわかんないけど、ちょっと涼しげなので入ってきましたじゃあちょっとやってみましょう。来ました。型は小さいけど、フェザーシンキングのシングルフック、テールフックに来た上流部の山美ちゃん上流部の山美ちゃん、ああいう魚がいるっていうのは見えないもんね、肉眼で。保護色になっててね、でもいるんだよね。ちょっとパスしちゃいそうな浅さ。魚影が少ないな。この辺いないのか、抜かれちゃってもうダメなのか、やめた方がいいな。戻ってもう少し上行きましょう。一番最初の調査の時にここ入って一番最初に打った三角形のおむすびがある岩のところで2投目でギランっつってちょっと針に触ったのよ。それがやっぱり半端ないでかいサイズでギランっていったって、横の幅が結構もともとあったのでやっぱいるなと思って。でもね、 その時はね、そうなんだけどねダメな時はダメなの。こんなことでめげないぞえ、通常の D コンパクトからスタートします。ここはどうかな、多分いないと思うんですけど、一応ね、一応え、あんなとこっていうところにもいた場合があるんですよ、自分の経験で。だからどうしてもね、クブクリーンついてないよな。でも一部可能性があるのでやらざるを得ない。あそこなんかも小さいです。ああ、イワナだと思います。黒い15センチぐらいのイワナだと思います。ついてないな。おー、出ない出ないな、おい。ちょっと待てよ、なんか気分的にいるのにこのスピードで嫌なんだったら、ダウンでちょっとやってみよう。違うんかい。おし、来た。初めての魚。ヤマメ。いたよ、ようやく。この川にもヤマメがいるんだということが証明されました。イワナ、マッキッキーイワナ。
あーなんか追っかけてます。水槽これもなんかみんなイワナだな。ほらあーあーっとダメだ。ここイワナ、イワナがいっぱい。さっきと同じぐらいのイワナが。来た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 。おお、いいサイズいいサイズ。オッケー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 。グッドボーイ。ね。お次は外そうね君ね。よしよし、ありがとう、よく来てくれた。はい、おかえりなさい。あーよかったね、お家に帰れるね。冗談じゃないよ。ごめんごめん。いいヤマメが出ました。ここはあのちょうどそこの角度ですね、能登が一番深くなっているので、まあいてくれたらいいんだけど、でキャストして投入したポイントがやっぱりある程度流れが効いてんだけど、そんなに急でもないし、石ありの、そこがシェードがありの、まあ普通にあるポイントですよね。広々したポイントではないものの、ヤマメが好きそうなポイントで綺麗なヤマメが出ました。使ったのは D コンパクトの普通の 3.5g のですね。このぐらいだとちょっと FES だと下まで入らないので、やっぱ普通のコンパクトの方が有効かなという感じです。はい、数日間にわたって、秋っつもね、晩夏ですね、8月の末から9月の頭までにわたって、岩手県の渓流を歩きました。いろいろ川を変えたりして、もしかして大きいのかというのは密かに狙ってますよ、やっぱりね。狙ってますが、なかなか出るもんではないっていうのも知ってます。はい、知ってますが、やっぱり出ませんでしたね。まあやっとこさサイズぐらいかな。小さいのは結構出たんだけど、こういうのはねナチュラルリリースしたりして、まあ川ってこんなもんです。ちょっと蒸し暑い日もあったけど、朝晩は相当涼しくなってます。あと終盤最後まで、岩手県だったら1ヶ月弱、僕多分あと2回ぐらい来ちゃうと思います。どうもありがとうございました。